こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルトビットは始めていきましょう。というわけで今回は4位、キャピタル東京戦ですね。かなりの強敵であることは間違いないです。キャピタル東京見てみると、はい、一昨年の優勝チームです。こんなの能力見てみるとやっぱり SA が多いですね。前回の対戦なんですが、ただ結構いい勝負ができたんですよね。ちょっと最後力尽きちゃいましたけど。というわけで早速試合行ってみましょう。さあ迷うとこですが、これ悩むんですよね。何が悩むかっていうと、ユーナとか、エリカはまだ、上積みがあるんですよね。なんで、なるべく、勝敗関係ないとか、エリカとユーナを使ってやりたいっていうとこはあるんですよ。で、練習試合で使えばいいんじゃないかっていうのはあるんですけど、そうじゃなくて、やっぱり、本番で使わないと意味がないってことですよね。リオからカナエ。萌もいいですよね。萌と節子を入れ替えよう。彩香より萌使ったろう。やっぱり上積みある選手をなるべく使いたいですよね。ナナコだったら、サヨ使うとか。ミオもちょっと落ちてきてるのか。というか考えました。ちょっとやっぱりこれバランス悪いなって思いました。みゆき入れましょう。みお代わりに幸子を入れます。くるみのワントップで、トップ下にエリカですね。圧倒的ですね、やっぱり。それは分かってます。さあ、前半スタートです。お、いきなりか。これはイエローカードは免れましたね。さあ、美穂か幸子。コーナーキックへチャンスを得ました。さあ、くるみが上げた。とセシル。さすがキャンデーロ。ロロ。さあ、これはちょっと危ないぞ。流れてよかった。ここで流れる可能性ありますからね。おーっと、美穂、ナイス、クリア。キャンデーロ、さすがだな。
これは取られる。おっと、まどかが強引だ。フェーナってイエローでもおかしくなかったんですが。守備が固いですね、この子は。おっと、これ流れてしまったが。あ、何やってんだ？おー。さあ、それでも取りに行きますが。ここは抑えます。気をつけろ。あーっと、完全に隙をつかれたイゴール1対1になってしまって。上がりすぎたかな。完全に抜けられちゃいましたね。さあ、パンチングになった。くるみ、これは。またですか。開封。これは厳しい。キャンデーロ。アーガ。シュートコースを作らなかったから。止められました。まだピンチが続く。あーっと、イゴール。これも左に外れた。すぐボールを取りに行くんだよな。こんな展開が。こぼれ球結構大事。カナが防いだ、ここは。今度は左右に右に落ち着いて返して前半終了です。戦術ですけど、ちょっと、上がりすぎかもしれない。そうか、ここまで上げることができるんだ。押し上げ効果ってそんなにすごいんですね。あくまで手前でいいと思います。もちろん運動量増えますけどね。選手交代でキープできればいいんで。さあ、後半に行ってみましょう。ワントップですからね。さあ、幸子を抜けた後、ここで拾えばいいんですけど、なかなかそうはいかない。すぐ戻ります。さあ、カナが待ってる。4人いるぞ。おー、拾いましたね。これは取られるぞ。ゴール、うまい。返した。3。イゴールが、と、カナがクリア。くるみが一度エリカに回す。おっと、そこに飛び込んでない。さあ、クリアした。おっと、選手交代した方がいいな。気がつけば、失ってます。カナは綾香に。さらに、エリカを見ように。行きましょう。おっと、うまい。なかなか守備もいいじゃないですか。おっと、上げた。足りないのかな、攻撃の枚数が。おっと。さあ、一気に交代しにかかります。さあ、これでリフレッシュはしたんだけれども、もうちょっと早いタイミングで交代すればいいよな。
なかなかの雰囲気です。ボールはよくいいんだけどな、よく頑張ってんだけどな。さあ、サヨに。サヨが直線シュートをくるみ。これは、ボールを大きく高いとこに空を切りました。さあ、もう残り時間が少ない。キャンデロロ。上げた。さあ、サチコ。さあ、いよいよ、もうラストチャンスだ。さあ、ここは拾いたい。くるみ。さらに、まだ終わってない。試合終了です。さあ、選手点。まあ、この試合唯一の点数なんですけどね。全に隙を突かれて。それが結局、決勝点となりました。その後、これは非常に危なかったんですが、ここシュートのコースをうまく防ぎましたよね。さらにピンチは続きます。イゴール、渡したと思ったんだけど、相手が焦って蹴ってくれました。イゴール渡しますが、ここで守備のスタイルを変えているのでいきます。そして最後、何回も押し込もうとするんですが、守備がすごく硬い。キャピタル東京の守備の力はなかなかです。ボール支配率も前半46分だったんですが、後半でなんと 50% 押し上げて、シュート、枠内を上回りました。さあ、これで9位に落ちましたね。函館ペンタゴンと差は勝ち点差は7点。2試合分の余裕があります。優勝なくなりました。まあ、もともとからあれなんですけどね。アジアチャレンジトフィーの出場権も失ったということで、9位。さあ、皐月が復帰。これは結構ありがたい。さあ、今度は1位乗りますよ。大阪ですよ。これは、正直厳しいですね。はい、まあ、どこまでやれるか。挑んでみたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。